あーツイートしちゃった、はい、再生に放たれました。まだ放たれました。バレる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 、さすがに。なんか出てるなんか、ね、はい、皆さんこんにちは、アイドルズの中村です。ブルグです。ブルグです。ギリヤン。はい、ということで今回やっていくゲームは Twitter 最初いいね選手権。ファボ、Twitter といえばね、かなりこういいね数とかリツイート数、まあ、もう僕ら、まあ、ありがたいことにたくさんの人が Twitter 見てくれてるので結構出るんですけど、数字も大きくなるんですけど、はい、逆に頑張ってその少ないいいね数を出すことが可能なのかっていうのをちょっと調整してみようかなと思っております。はい、逆にね。うちらはもう大体どんなツイートしても伸びちゃうからね、あえて少ないのって結構難しいんですよね。はい、ブルークの昔あみたいなやつもなんか1万いいねとかって。そうなんよ。それでいっちゃうのはむずいな。そう。にょとかですらめっちゃ伸びる。そう。逆にこう減らす努力、どういうアイデアで減らすかみたいなところをもうちょっと今回競っていこうかなっていう感じです。難しいな。じゃあそれではシンキングタイム挟みつつ、はい、後ほどじゃあお互い考えたアイデアを発表していくという感じで、まあ、この後本当に実際この直後にツイートしましょうね。はい、じゃあやっていきましょう。はい、あ、禁止事項があるでしょ、まず。あ、禁止事項は、まあ、トスツイと言われるね、いわゆるそのタイムライン表示されないようにする隠しツイートみたいなものだったりとか、リプライ、他に対するリプ、リプライ、うん、あと引用ツイート、引用リツイート、引用ツイートもダメ、はい、あといいねに言及する系ね。あ、そう、いいねは、はい、いいね少なくするなとかもダメ。そう、少なくしなさいとか、少なくするのもダメ。禁止事項に書いてないことをやっていいんですか。やっていいです。まあいいでしょう。やっていいです。怖いね。言いましたね。あ、あとそうだ、はい、一応あの他の、俺ら5人の中のあのいいね少なくしようツイートに対してリップするのもダメってことだ。うん、同時に他のメンバーがね、はいはい、ツイートしちゃうとあのそれ伸びる傾向にあるので。で、あと、あとえ、あと、あ、いいよ。ツイッターアカウントはちゃんと自分の使ってくださいね。自分のを使ってくださいね。そこ今言ってなかった。危ない。確かに、それ大事だわ。ああ、まだ言ってないけど。やろうとしてた。っていうぐらいですかね。ぐらいですね。王道で行くか、俺はじゃあ。どうしようかな。ちょっと準備していいですか。俺もかかるんですけど。あ、どうぞ。準備。はい。そうなの。ツイートタイミングは完全に同時でいいですか。せーの。せーの。どうだったらせーのかな。じゃあせーのね。確認するけど今禁止されてないことは何も言ってんの。はい、で確認するんだけど。怖いやついる。まあ、まあ、あのいいんじゃないですか。はい、OK です。あ、OK。あ、まあ、じゃあまあ一応なんかね、みんな思いついたっていうことで。はい。じゃあツイートする前にどんなやつですっていうのを言う。そうね、言って一人一人。俺はちょっとツイートした後でお願いします。じゃあ。ああ。はい。最後かな。じゃあちょっと俺最初に言うわ。これ別に特にひねりのないやつなんで。はい、じゃあキリアンの、はい、まずツイートしますね。まあ、はい、僕はね、あのやっぱツイート数今まで多いっていうので傾向と対策ができるんですよ。なるほどね。でそれでまああのパターンがねあるんですよ。いいねが少ないツイートには。はい、でその中の一つがこれです。ちょっとディスコに貼りますね。スクショ。うわー。そうだね。これはね、これはマジで、まあ分かりますかね。これ遊戯王の最近出たクシャトリラフェンリルっていうのが3枚デッキに入れるだけでどんなデッキも強くなるってやつなんですけど。説明するんだ、そこは。まあ遊戯王プレイヤーなら、いや分かるわって感じなんだけど、まあ僕のツイートの傾向としてね、まあこういうのは理解されず、かつ、あの、遊戯王とかもあえて言わずに、まあ、知らない人からしたら意味不明な言葉を喋っている。でしかも疑問を提示するわけでもなく、ただ一人で迷っているだけという。非常に触れづらいツイート。めちゃめちゃ触れづらいよこれ。迷いますね。確かに、ね、分かんないもん。迷うな、迷いませんとかじゃなくて迷うなって言ってるだけなんで。確かに。これはね触れづらいです。してるもん。迷うな、投げかけでもなんでもないってね。はい、というね、まあこんな感じの王道いいね少ない狙いでいきます。はい、はい、じゃあ私いいですか。はい、でまあ悩むな、まだちょっと悩むけど、やっぱり いやダメだよもう。あの、はい、貼ります。ああ、はいはいはい、こういうタイプね。はいはいはい。あ、でもちょっとニュアンス近い感じの。そうね、確かに近い、ね、このあ、そうってなる系の。で悩んでたのはこれをアラビア語に翻訳したのと、あと
ニニムやっぱり可愛いなっていう、その3択で悩んでて、全然違う3種類が、いやでも多分それ聞く限りこれが一番少なそうな気がするけど、パターンってね、でもなんかようわからんアニメ女キャラ可愛いな系はね、あのボソはねそんな伸びないんだよね。ああ、そうなんだ、うん、そうなんだ、確かに、まあ、ブルークはそれに関しては傾向と対策が結構できてるんだね。あるんだけど、そうね、まあまあでも確かにキリアの言う通りこれのが伸びなそうって思ってこれにしてましたね、はいはい、いやいいんじゃないですか、うん、じゃあ次は誰いきます、鮭、じゃあいきます鮭、はい、じゃあ俺もルールの穴ついたんでしょ、いやスクショスクショでいくわ、じゃあこちらです、あそれね、選択肢にあったんですよ。やばすぎ、いやーやってんだそれ、ちょっとそれ第2の選択肢だったそれね、やってるねそれね、もうツイート見たらやっぱリンク載ってるやつっておもろくないやん、そうなんだよ、ね、ていうかまあ告知系はね受けないよ、今日この後何時から配信します、しかもアーカイブ、しかも一昨日のアーカイブ、そう、なんなら過去のアーカイブ、過去のアーカイブ、僕めちゃくちゃ必要ない情報だもんねこれ、しかもスプラ、ただのスプラ配信だし、でもバズったら嬉しいじゃん、どっちに転んでも嬉しいじゃんこれ、逆にバズれ、もはや多分、でも6000は6000前後だとかあるな、そんないかない、4000、そんないかないと思う、4000か、俺は3000台の自信あるけど、マジ、マジ強いよ遊戯王、まだいけないわ遊戯王、強いです、じゃあラスト選択、ラストというか、まあ、今いるのは金時がラスト、はい、俺ですか、はい、ちょっとじゃあ俺も貼るか、私これですね、ああ、いろいろ要素があるんですけど、まず分かんないな、意味が分からないんだけど途中、なんか途中までしかない文章、なんか途中まで打っちゃった文章、はいはい、あミスったんかな、はい、みたいなので、はいはい、いいのしづらいかなっていうのと、また選択肢が意味不明で、何これっていう、いやちょっとでもこれ逆に意味深感出ちゃう、ね、分かる、これも面白いよ、でまずアンケートってそもそも、あそう、それはね、アンケートに投票することでなんかいいねあんまり押さないんで、そうそうそう、それ大事、そう結構あるよ、マジでそう、そのなんかその投票したことで多分満足してあんまりこ う, そ う, そ う, そういいねを押さな い, い俺のね、そうだよ、俺のここ半年の一番いいね少なかったツイートがね、アンケートのカードゲームに関するアンケートなんですよ。いやもう遊戯王のアンケートとかしたら完璧かもしれない、もしかしいや迷ったんだけどね、確かに、いやでもねこの内容逆にいく説あると思います、これで、じゃあ確かに俺いかなそう、いいねそれ、それいいアイデア来たな、いやよくないねなのかよくないよ、キャキン的な締め切った瞬間に終わりってことだね、ああそうだ、そうだね、企画が終わりだね、はいはいはい、じゃあまあとりあえず仲間後で言うってことで、せーのでツイートしますか、はい、あまあ俺も今ツイートしちゃいます、はいはい、あと同時にじゃあ説明してもらおうか、はいはい、言います、3、2、1ツイート、あーツイートしちゃった、はい、一斉に放たれました、まだ放たれました、バレる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 、さすがに、なんか出てる、出てるけど、なんかなんかあるわ、やばいってこれ、これプロモーション、大丈夫これ、プロモーションっぽいな、大丈夫だからね、やば、でも企画バレだな、でもあるツイッターの、確かにこれはおもろいアイデアだ、あるなこれ、プロモーション流れてきて、プロモーションかよって言ってる、いいねしないんだよね、プロモーションしないし飛ばすもん、あの確かに、これ絶対企画バレじゃないこれ、うわこれ手込んでんな、手込んでんな、ぽいめっちゃぽいもん、何このリンク、本気のこのリンク大丈夫だ、このリンク何え、これ相手の登録リンク、ね、めちゃめちゃの、今リプレイほとんど乗っ取りの心配ですけど、あ本当乗っ取りの心配です、ワンコイン、何これ何これ、減ったところにやばいことあってるけど、大伸びてない、ちゃんと伸びてないよ、よしよし、いや皆さんね、いや皆さんちょっと名前変えるのやばいな、で喋りますよ、いや皆さんね、はい、一番ツイッター上で少ないのなんてね、プロモーションなんですよ、もう俺らがツイートしちゃった時点でダメなんで、もう、なるほどね、もうこうするしかないんですよ、これで確実に最初いいね数を稼ぎに行きます、逆にこれは絶対いいね来ないって逆にバズれ、逆にバズれ、逆にバズれね、でもそう、名前変えるっていうのがそもそもいいアイデアだと、確かに名前変えちゃう、それは確かに気にされてないわ、そもそも気にされてないわ、フォロワー2000人ぐらい減って、知らないよ、減ってもしょうがないから知らないよ、フォロワー減っても、いや別にもうこれどうなんだろうな、ちょっとまあとりあえずじゃあ1日後結果発表で、ただリツイート数が一番多いんだよ、それが怖い、ちょっと確かに後々に響く可能性があると、
確かに、ね、後々ね、ありそう。まあまあ、じゃあ、はい、1日後結果発表お楽しみに。はいはいはい、はい、なめさん、こんにちは。あ、違うわ。え、ということで、はい、ということでね、ツイートをしまして、丸1日ちょっと経ったところでございます。はい、結果出ましたね。僕のアカウントの方もですね、元に戻しましてワンコインさん、はい、ワンコインさんはいなくなりました。お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。ちょうどね、そのタイミングでね、イベントに参加するっていう告知が出たりとかしてね、参加しますみたいな引用リツイートしたかったんですけどワンコインの状態だったんでちょっとできず、はい、この後しといてください。この後でした。この後ね、食べ終わりになるからね。1日経ちまして結果発表でございます。はい、はい、結果発表ですね。1日経って一番いいね数を少なくできた人は誰なのかというのをね、見ていきたいと思います。はい、はい、どうなんすか。はい、じゃあまあ一番多かった順に最終結果、はい、発表していきますか。はい、一番多かったのは誰ですか。はい、じゃあシャー君発表して。はい、第5位。お、第5位。はい、第5位かっこいい、最多ね。最多いいねを獲得したのは7696いいね、ナカムー。ワンコインさん、ワンコインさん、ワンコイン、ワンコイン、ワンコイン。いやー、おかしいよみんな。プロモーションはスルーするでしょう。なんでいいねしちゃったの。後々ね、後々話すんだけど、最初はめっちゃ少なかった。少なかったんだよね。でもだんだんみんな気づき始めて、あれこれ大丈夫なやつでネタのツイートなんだっていうのが分かってからが、逆にちょっと話題になった。そうだよね。そうね、だ10分経った頃にはもう金時抜いたのか。あ、15分ぐらいで。いや、ちょネタバレしないでください。あ、じゃあ今は7382いいねのブルーです。おーしゃー、なんで伸びんでー。いや、やっぱね、ちょっとね、考察の余地を与えてしまっているんですよ。いや、でも多い。なんで、まあ、4位という事実は受け入れる。で、普段のそういうツイートでも、まあ、そんな伸びないでしょ、うん、そもそも。確かに7000とか行くんだって感じで。絶対このイベントというか、なんかツイッターにこういう全員ツイートして全員確かに結構見られてるよねっていうのが分かる。勝手にツイートしたっていうのもあってね、こうちょっと湧いてる説全体のこうちょっと話題性が出ちゃった。イベント性出ちゃったね。まあそこは平等ではあるけど全員増えてるね多分。そうだね、確かにそれはそう。はい、じゃあ第3位発表ですか。第3位はガンガンガン7321いいね、キアリアン。あんま変わんない。ブレイクさん60いいね。便利お前ら入れんのか。普通に伸びてる。なんでだよ。これも伸びた。それが伸びる。まあでもブルーと同じ作戦ってだけあってブルーと一緒ですね、ほぼ。ね、マジで一緒だ、確かに。あんま変わらないんでね、この2人はね。じゃあ、あとはシャー君と金時の。はい。どっちだー、どっちだー、なんだ。過去の配信アーカイブか、アンケート機能を使った意味不ツイートか。第2位からいきますか。はい。第2位。プルル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 独身ターン。6393いいね、シャクー。おー、いやー、第2位です。ってことは金時が1位ということですか。はい、なんでアーカイブの方が伸びてんだよ。アーカイブ6300もいかんやん。いかんよ、いかんよ。リンクついてたら遅いやん。いかんよ。見て、君らいつもリンクついてたら遅いやんね。本当にそう。配信の告知ツイート全くいいね、遅いやんみんな。なんでいいね、バロ配信とかな、遅いやんな、みんな。そう、誰一人バロ配信は反応せんやん、いつも。はい、ある第1位の最小いいねグランプリ、キング、クイーン、お代官様、越後屋に輝いたのは金時でした。ありがとうございます。5774。一番結構ダウン。少ないね。ダウン少ないな。2位ともどんくらいついてる？600ぐらいついてますね。600ぐらいついてる。はい、強いね。強い。まあアンケートは少ないんですよね。アンケートやっぱ、ね、強かったわ。ちなみにアンケートの票数どんぐらいの？アンケートの票数はね、めっちゃ伸びてんのよね。多いよ。17824。うわー。めっちゃ来るよ。アンケート押すといいね押さないんだよね。2回もツイートに対してこうタップしないんだよね、多分ね。それは確かに、ね、まあ、見ましたよっていう、多分なんかそうだね、もう投票みたいなもんだよね、いいのはね、うんうん、確かに既読だもんな、いいねって。いや、まあ、ということで、ね、じゃあグラフ一応途中経過定期的に持ってるんで、はい、はいはいはい、まあどういう経緯をね経て、はい、こういうここに来たのか、まあ、最後のグラフ、じゃあ全体グラフ最初見ます、はい、か、はい、全体経過こちら、はい、なんかブルーとケリアン、まあグラフで見れば分かるけど、マジで一緒、経緯ずっと一緒。多分ちょっと俺が少ないのをずっとキープし続けたみたいな。そうだね、多分10、50差
ぐらいの下を行き続けた感じだよね、はいはいはい、だって最終結果も60差ぐらい、そうなんだよ、めっちゃ近かったんだな、めっちゃ近い、もうワンチャン俺のツイートとブルークのツイートいいねしてる人全員同じ人かもしれない説はあるな、同じ人しか見てない、で中村が突然のグングンドカンドカンいったね、いやなんかね朝4時ぐらいまでねトレンドに乗ってたんですよ中村さん、おすすめのね乗っ取りね、乗っ取り中村さん乗っ取りが乗っ取りちなみにそのタイミングから爆速で始めました、まあもう一個のグラフで分かるんだけど、じゃあちょっともう一個の最初の方のグラフをね、初動の方ですね、はい、開始10分時点では中村1位でしたね、うん、もう金時より少なかった、ね、そうだね、でもだいぶ早い段階で金時は抜いたか、1時間ぐらい金時抜いて150分2時間ちょいぐらいかなの時にシャー君を抜いて、まあ、その前ぐらいでもトレンド持ってたから結構もう最初はみんな抵抗していいの遅いけど気づいてからみんな押し始めて、なんか、ね、あネタついやんってなっていやーなかなか興味深い結果になりましたね、はい、やっぱこうみんなそのブルークとかキリアンとかが典型だけどさ、そのいわゆるやっぱワイテルズの誰かって分かっちゃった時点でさ、こう一定数いいねをしてくれる人がいる、そうだね、というところを考えた時に、まあ、それがバレなきゃいいと思ったんだけど、なんかめちゃめちゃ、まあ、バレた、そうバレたら結果反響呼んだもんね、そうだね通知入れてくれてる人とかがね気づくのが早かったみたいだねよくよくんだら500円貯金するから、全く害がないツイートなんだけどまあでも皆さん あああいうプロモーションツイートね怪しいなって思ったら、あのちゃんと下にプロモーションってあのついてるんでツイッターの方でそういうのがついてたら、まあ、あの興味ない人はそのあんまりクリックしないようにした方がいいと思います。じゃあこんな感じでね、最初いいね、まあ意外とやってみると難しいということが分かりましたね。うん、難しいな、撮っちゃう普段意識してないからね、本当に僕らのツイートを普段から見てくれてありがとうございますというところで、ありがとうございます、はい、いいね、ありがとうございます、リツイートもよろしくお願いします、はい、500円貯金の方もね、はい、ぜひやってください、将来の不安が払拭されますので海外旅行行けるかもしれない、海外旅行チリも積もれば山となるなので、はい、ご視聴ありがとうございました、チャンネル登録と高評価も待ってるよ、さらにツイッターのフォローもよろしく、ツイッターには最新情報が盛りだくさん、メンバーの日常も日々更新中、それではまた次の動画で会いましょう、さようなら。